こんにちは、セキです。そして、ハローです。今回は原宿で久しぶりにロケをしていきたいと思います。ですね、あいにくの雨なんですが、空いてるので久しぶりの原宿堪能していきたいと思います。それでは、どうぞ。いいと思います。変わってるのかな、原宿って。そば屋さんとかできてるよ。ほら、ほんとだ。なにここ、やばすごい、抹茶。ここもカフェ屋さんだ。全然違くなってる。茶そばだ、茶そば。すごいね。あ、懐かしい。めっちゃ久しぶり。半年ぶりぐらいじゃない。こういう小学生いるよね、わざわざこういうところに入るやつ。人がね、少ないね、やっぱり。うん、雨だからね。でもこういう時じゃないですよね、行けないんで、うん、こんな雨降ってね、傘ささないのちょっと頭欲しいんですけど。怖い。あの、私ディズニーショップ行きたいです。どこ？そこにある、アルタ。ここアルタの何回かにディズニーストアあるので行きます。めっちゃここ可愛いんだけど、マイメロディカフェだって。絶対今度行きます。今回は違うカフェ行くので、今度行きます。うーちゃんにこれ買いました、絆創膏セット。あ、ねえ、タピオカ買って。タピオカはちょっと NG。うん、タピオカ。喉乾いた、ちょっと痛いな、痛い。喉乾いた。ここでイチゴアメ食べたい。ここでイチゴアメ買います。じゃーん。イチゴアメ待ってます。久しぶりに食べたいちご飴。うん、しなこちゃんのお店です。今日はいますか？今日は多分いません。またいるとき遊びに行きたいと思います。はい。いや、なんかお腹空いてきた。喉も乾いてきたし、あとでカフェ行くから、うん、それまでにお腹を取っときます。だからね、ちょっとこんな感じでトイストーリーとか、あのバイトイヤーね、まあ、服を着てるんですけど、今からピクサーカフェに行きます。ドリンク 50% オフだったよ。行く行かないよ。あ、じゃあちょっとね、サンリオショップがそこにあるので、サンリオショップ行きます。ここも行ってよくない？はい、サンリオショップでずっと欲しかったやつ買いました。僕は待てなくてタピオカ買っちゃいました。ちょっとルーちゃんにね、おねだりされてしまって、こちらのマイメロちゃんの串買いました。ルーちゃんにおねだりされると買いたくなっちゃいます。はい、ということで、もう竹下通りも終わります。ちょっとラフォーレの方に行っていきたいと思います。はい、久しぶりに竹下通りでした ね満喫できました。はい、やっぱやってない店も結構多かったので、買えなかったものとかもたくさんあるんですけど、はい、そんなこと言っておきながら結構買っちゃいました。はい、あ、クレープとかもいいな、久々に。いや、でもちょっとこれからカフェ行くんで我慢します。行ったところと同じかと思ったら全然違うラインナップ。ちょっと見に行きます。チョコレートだって5。でもね、テイラームーンストーンね、高いんですよね。だからちょっとハロー君におねだりします。ただね、ハロー君誕生日プレゼントで2500円分まで買ってくれるらしいです。最初7000円って言われたのに2500円になった。まずは見ていきたいと思います。はい、まだまだ原宿ぶらり旅続いてますよ。ということで、まあ、今ちょっとカフェ行ってきたんですけど、ちょっとまだ見足りないので、お洋服をいっぱい見ていきたいと思います。リアル行きたくないよ。行きたい、行きたいだよね。はい、女子は行きたいっていうことで多数決により行くことが決まりました。ママは行きたい？行きたくない。2対2で行きたくない。まあまあまあ、せっかく来たんでね、行きましょう。寒いな。あ、マジで寒い。いきなり寒くなってきたんだけど。ゆうちゃんもジャンバー着なって思って、なんでそれなのに寒い。ゆうちゃんも久しぶりだもんね、外出てこんなに。そうだね、ここでっていうか電車乗ったのが久しぶりかも。うん、まあ運転できないからね。もうめっちゃ暑い、めっちゃ暑くなってる。ダブルスって奥か。ここでなんか僕はね、毎回外で待たされてます。ここら辺来たら毎回寄ってます。新作かわいいのいっぱいあるんでね、見ていきたいと思います。はい、ということで今ハロー君ちょっとお腹痛くなっちゃったみたいなので、ここら辺で
絶対思ってるということで終わりたいと思います。この動画が